演舞開演ドン、本日はファミリーマートのお母さん食堂特製デミグラスソースの鉄板焼きハンバーグを食べたいと思います。ファミリーマートのハンバーグは3種類あったんですけど、これが一番高いんですよね。というからそれだけ美味しいと思うのかな。まあ値段イコール高いイコール美味しいというわけでもないとは思いますが、どうなんだろう。中身は、おっとっと、こういう風にいつも通りソースにどっぷり使った大きなハンバーグが入っています。ではいただきます。他のハンバーグのように肉厚で噛み応えがあって美味しかったんですが、わざわざこれを高いお金を出して買うのかな。前日のデミグラスハンバーグと大した違いが感じられなかったのがちょっと残念でしたね。容量は若干こちらの方が多いのですが、というわけでこちらも点数をいただきました。もうちょっと一ひねり欲しかったかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしてもらえると嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。